じゅんちゃん。ありますか？タコパは、いや、ちゃんとしたタコパはない、うん、何ちゃんとしたタコパ、なんか勢いみたいな勢いのタコパあるけど、ちゃんとしたこういう、うん、こういろんな具材があってみたいなのは初めて。本当ちょっと若葉プロがいるから、うんうん、え、過去も初めて。本当にやったことなし、初めてこの家でやるタコパの機会見ましたよ。これすごい嘘、一家に一台、うん、ないすごい手作りだから、いろんな具材をね、うん、入れられるっていうのが、ね、この具材も若葉チョイスなんだよね。あの、うん、まあ大体その時のメンバーの好きなものを入れて、まあタコはマストじゃん。で、ウインナーも、まあほぼ確実にある。ほぼ確実にある。初めてほぼ確実にある、ウインナーは。うちだけ？でも私の周りの子たちでそういう時はウインナーは絶対あって、うん、あ、そうなんだ。まあ、あとエビとかキムチとかお餅とか明太子。おいしそう。でチーズも大体好きな人が多いから何個か組み合わせたりする。メンタチーズとか。100円じゃん。早速師匠、師匠出してもらっていいですか？若葉師匠。じゃあちょっと大阪人としての腕の見せ所ということで、はい、お願いします。お願いします。まずね、みんな消毒して。あ、すいません、ありがとうございます。まず師匠、何からですか？師匠そんなさ、まずこれだよね。粉を作らないと、もう今回具材切ってくださってるから。はい。え、これ何個作る？オンした方がいいですか？まあ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。あ、避けました。焦らず、焦らずじゃあ、はい。お、過去は粉担当。粉担当しよう。過去大体だってさ、混ぜるのとか上手でしょ。ケーキとか。どういうイメージ？たこ焼きの粉 200g に卵2個、200g とこれ600、 200g とこれでいい？いいよ。そうか、これをそう入れちゃって入れます、うん、おー、あ、順番間違えて、まあいいわ。お師匠、師匠、まあいいじゃん、いいじゃん。混ぜれば同じ。そうそう、混ぜれば同じ。本当は多分卵先の方がいいです。あ、そうなの。まあでも混ざったら一緒だから。意外とシャバシャバなの、卵じゃない、たこ焼きの。そうなんだ。へえ。卵そのままなんだけど、卵からやった方がいいです。大丈夫です、私が卵からいいね。過去はいいね、いいね。なんかクッキングが似合うよね、やっぱり。なんか両端から言われてた。パウンドケーキとか作ってるだけある。ケーキ作ってますよ。お菓子作りしたことないもんな。確かに若葉の料理ってイメージあんまりないかもしれない。ひどみですごいぎこちない料理が。でもなんか半年経ったらぎこちなくなくなってるのが。ちょっとね、ちょっとね、だんだんね。みんなも食べてるイメージだから。私は食べる線ですね。だいたい溶けたら大丈夫ですよ。じゃあこんな感じでよろしいですか？じゃあ温めましょう。そう、意外とシャバシャバなの。意外とシャバシャバっていうことだけ。そうだね、水っぽい。そうお好み焼きとかとは全く違うね。そう、まあ温めましょう。逆にさ、みんなはさ、お家でホームパーティーみたいな、うん、ホームパーティーとまで言わないけど、うん、友達でこう家に集まるってなったら何食べるの？ピザパとか、うん、あ、ピザね、うん、鍋パ。あ、鍋ね、鍋は確かにするね、うん、でもさ、夏場というかさ、冬場以外はさ、うん、鍋出番ないじゃん。そう、うん、意外とでもやるかも、通年で。あと別に、パサナイパは。え、今度あれ、牛タンしゃぶしゃぶパしない？何それ何それ最近牛タンしゃぶしゃぶが本当にハマっちゃって、めちゃめちゃ美味しいから食べたい。牛タンをどうですか、若葉先輩。温まってきました。油敷きます。油敷く？敷く。じゃあ油敷いてもらおう。はい、私地味に何もしないんで。いいよ。ポイントとしては、はい、その丸っこいところ以外の、うん、ここもそう、最後にね、そうそう、全部塗ってくれた方が、ね、羽的な部分でございます。そうはみ出るもんね。そうそう、しやすいみたいな。生地流し入れます。お願いします。ガサっていくんだ。はい、はいはいはい。おー、そんな感じなんだ。まだよ、それが結構ね、適当。これ、本当はさ、なんかお玉とかで入れたりする。あ、でもこれは
そうなってるから、ね、うんうん、専用の8割9割入れて、8割9割入れて、そう、はみ出したいんだよね、本当は。でも具を入れたらはみ出る、あふれる、あ、急に、あ、はい、じゃあ具を入れます。何入れる？まあでもまずタコ、タコだね。ちょっと対戦タコ先輩どういう感じ？あ、じゃあこの真ん中もオーソドックスタコちゃんですね、うん、でこの辺はじゃあ自由にやる、自由にやるか。じゃあウインナーとか入れちゃおう。じゃエビとかも入れてみていいですか？うん、もちろん。で、これを組み合わせて入れてもいいの？いいよ。そっか。何入れる？こっち左側は何も入れてない。明太子は添えますか？中に入れていいんですか？中に入れます、中に入れます。中に入れる？揚げネギ、紅生姜はベースです。揚げは全部に入れる？はい、揚げとネギはベース。なんか一緒に入れる？もっと餅とかどう？餅明太とか餅明太チーズ入れる？チーズとウインナーは。じゃあ何があったか分かんない、ランダムに入れる。いいじゃん、いいじゃん。いやちょっとテンション上がってきたぜ。大体入った？エビに入れちゃえ。いいよ。ウェーイ。よし、ちょっと半分チーズ入りにしてみた。はい、ありがとう。紅生姜も適当にばらまいてください。揚げも、ザーザーザーってやれば揚げを、ザーっていい感じだね。よいしょ、ほい、うん、わー、うわー、ちょっと待って、初めてのタコパすぎて写真撮って、これは撮って今これぐらい、あの、はみ出して、はみ出さないと回せませんから、うん、ちょっと私、はみ出してください。帰り道、おぱの機械買って帰る。意外と安いから、これ帰り道ほんと安いよ。で、待つ、待てない、まだ待つ。どれくらいの火力なんだろうね。もうこれほんとホットプレートによります。これね、0と100しかないわ。あ、これ何で回すんだろうね、これ。ちょっとこれ、これちょっとね、ぶっちょいけど、うん、いつも私は竹串です。竹串でやる。でホットケーキだとプツプツしたらって感じじゃん、うん、この子たちはどれぐらいが適温で回していいの？うん、ちょっとほら固まってきてるかなみたいな。やばいとね、難しいのよ、ひっくり返すのが。そうなんだ。もうちょい待った方が、おいしい、急がば回れってやつね。そうそう、待った方が美味しいね。あ、でもいける、ほら、おお。もういける？わー、上手。え、真ん中の方はもう回せます。あ、いいよ、リナ回ってるよ。回ってる？わーい、過去回るか。端っこよりね、真ん中の方がだいたいやっぱ焼けるから。本当は半塊ぐらいで回すと、うん、もう中のさ、液体がこう下に行くじゃん、うんうん、それでこう丸くなりやすい。なるほど。そう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 、くるくるしてたら回る。師匠どうすか？いい感じです。師匠どうすか？素晴らしい。くる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 、そこまで柔らかい。あ、まだだったな、こいつは。ちょっとやってくる。で、ほら、こうやってプルプルしてると回ってくるのよ。ほんとだー、わ、なってるなってる、すごい。え、待って、たこ焼きじゃんこれ。こうプルプルするのよ、くるくる。たこ焼きではあるのよ。あ、そっか。最初の半回転がうまくいけば、うん、まあ、OK。ちょっと火強いかな、どうなの。もう手早く回して、手早く、生放送と同じ、始まったら行くしかない。すごい。でもいい感じじゃない？いい感じだよ。まあ割かし、そうね、1回目が一番ね、ちょっとあのブチャイクになりがち。あ、そうなの？うん、うん、なんかやっぱさ、こっちさんでめちゃめちゃ気持ちいい。こっちさんじゃなくてさ、ちょっとまだ白いしさ、やっぱうまいわこれ。めっちゃ綺麗。うまい。やっぱたこ焼きが同じ機能がついてますから。同じマシンかっていうぐらい。なんかやばいところを下にしてこう固めていくと、うん、なるほど、丸くなります。なるほどね。尻尾はね、やっぱり火力が弱いから本当は入れ替えたりしたいんだけど。入れ替える。そう、高度な技が。そうそう、ほんとこれ無心になれる ね。そうなのよ。だからなんか大人数でやっても楽しいし、うん、知り合って間もない時でも作業があるから、うん、そっかそっか、なるほど。そう、あんまりこうさ、そういうことか。間ができにくいし、会話その得意じゃないなっていう人に持ってこいだし、そう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 、なんかこうか、あ、ピュピュピュって回していく感じ。ゲームいいじゃん。トゥン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 がしかも楽しいでしょ。なんかたこ焼きしてるって感じ。やってる感じある。やってる感じある。でもよかった、私なんかあんなさ、たこ焼き焼けますとか言ってさ、できなかったらどうしよう。上手。上手。
やっぱちょっとちゃんとできてよかった。いい感じじゃないですか。どうですか。ね、美味しそう。いい感じじゃないですか。ちょっと見た目を最後整えて。この子ね、こっちサイドに行ったらね、丸まってきた。ちょっとね、焼けてきましたよ。わあ、すごい。あっちたこ焼きや。たこ焼きだ。マジのたこ。たこ焼きです。いいんじゃないですか。一旦切りますか。はい。こっち。まあ、ちょっとやばいのは後で。うん。置いとけば余熱で。置いとけば。サムネ用に。サムネ用に丁寧に。サムネ用に丁寧にもらってます。どうすか。いい感じでごわす。意外と綺麗にできたかも。やったー。いいねー。これはもしかして完成ですか。完成。完成。完成でしょ。簡単。うん、うん、うん。想像よりも。ザーって。うん。やって。なんかちょ細かいルールがないのがいい。そうだね。そうね。うん、ちょっと一人行きますね。一人行きましょう。よいしょ。こいつね、あのすぐしぼむから。そうなの。全部急げ。でも上手。鰹節はマストだよ。おいい感じでごいっす。ごいっす。だらん。これはめっちゃたこ焼き。めっちゃたこ焼きだ。これ余裕で持っていけるね。うん、いける。意外とね、ほんと100個ぐらい作っちゃう。それこそロシアンルーレット的な。いや、いいね。いいね。結構綺麗だよ。綺麗だよ。この美味しそう。船にさ乗せるとね。ね。きりたこ焼き。食べたいな。食べよう。いただきまーす。めっちゃ熱いから気をつけてね。そっかそっか、振りじゃないよ。振り何の振り。どうだろう。熱いから。本当に熱いから。食レポは待ってやっぱ食レポ1分半ぐらいでね、まとめてくれる。うん、うまい。ウインナーでした。ウインナー、いいね。ウインナーとチーズが。あ、いいね。ね、うん、うん、めっちゃおいしい。うん、これさ、もっといけるよね。うん、全然いける。うん、おいしい。あ、めっちゃおいしい。なんか嬉しい。めっちゃおいしい。めっちゃおいしい。あ、全然今まで食べてきたやつと違う。うん、違う。よかった、嬉しい。なんかとろっとろ。コミュニティ投稿っていうので、うん、質問を募集したので、うん、その質問に答えながら、うん、もっとたこ焼き食べませんか。うん、あ、いいね。いっぱいこれお皿に乗せる。こうちゃんと焼くことによって、うん、中がトロトロになるらしい。なんかもうずっと食べ続けてられるもん。ね。ね、すごいトロトロだわ。うん、あ、そら、コミュニティ、はい、タコ食べてる。タコ食べてる。チーズ溶けて美味しいよね。いつも動画楽しく拝見しています。3人が特に好きなラーメンは何ですか。おお、これは2人どうですか。特に、うん、味は私豚骨だな。いいね。豚骨、うん、台湾まずそばだな。だよね。ちょっと柚子塩とか。あー、かっぱいですね。うんうん、アフリとか、ね、アフリ好き、ね、アフリ好き。初恋のエピソード聞きたいです。初恋、急だな。ラーメンからの初恋ですか。初恋か。初恋って何歳。それのさ、定義が難しくない。難しいよね。小学校とかのあれって初恋なの。初恋じゃない。それも初恋じゃない。リナ、幼稚園、うん、嘘。幼稚園の初恋じゃない。嘘、どんな。何くん、何くん。めっちゃフルネームで言うさ。いいよ、その名前だけ。じゃあさ、昔の好きな人の定義ってさ、もうスポーツができるとかさ、うん、足が速いよね。そうね、そうね。美味しいんだけど、ね、不満が。嬉しい。明太子当たった。不満ない。ね、キムチとか、キムチとか、キムチとか入れてない、さっき。半分分作る、さっきの。うん、こっちで一旦作ろうかな。うん。まず4月から転職して、うん、新社会人1年目に戻った気分です、うん、3人はどうやって仕事に慣れていきましたか。あ、どうですか。あ、大丈夫。仕事に、どのようにして。でもやっぱり何回も通って疲れた時は、うん、あ、土日絶対休む。休みの日はとにかくちょっと遊びに行きたい気持ちとかもあるけど、最初は休む。うん、
環境の変化もあるしね、うんうんうん、無理をしない、ね、でも若葉って結構アクティブなイメージある、ね、ほんと土日もとか休みの日は絶対どっか行ってるイメージある。あどうしてた、あでも最初の頃は、うん、動けてなかったかも。確かに休むのって大事だよ、大事だよ。なお、どうするの？なんで？さっきの日の半分ぐらいとか、うん、取り上げて。食べないでしょ。食べないよ。食べられる時に食べる。いや食べる大事。食べるは大事。本当大事。そう、寝て食べるが結局大事。うん、それがなんかしんどいとさ、うん、おろそかになったりするけどさ、うん、それはちゃんとしないといけないよね。結構ね、なんかさ、自分の初めてのことやるとさ、うん、思ったより疲労するもんね。疲れる。気疲れしないことも大事だ ね、 そうだね。自分をいたわる。すごいいいこと言ってるみんなとか言ってね。タコを必死に食いながら、タコパシラーメン使えたら、うんねうん、それもいいかも。エビも美味しいね。エビいいね、うん、あの私たちペラペラ喋りながらタコパ楽しんでいたら、うん、なんとも1本目のこの動画の時間が来てしまいました。本当たくさん質問いただいてるので、その答えは次の動画で、ね、答えていきたいと思います、うん。お願いいたします。お願いします。さあ、ということでこの動画いいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。みんなもタコパしてね、してね。